こんにちは、かおりです。ということでですね、私たち今このコンドミニアムに住み始めてもう数ヶ月経つんですけど、正直まだね、揃っていない家具であったりとかいろいろあったりするんですよね。はい、で中でも結構気になっているのがこのスペース、このね、ソファーの横にある大きいスペースがすごくね、気になっていて、なんとかしたいなって思ってるところなんです。一応考えているのは、ここに大きな観葉植物をね、置きたいなというふうに思っています。以前もね、動画の中でお話ししたことがあるんですけど、今日はですね、このスペースに置く観葉植物を探すべく、ちょっと旅に出たいと思います。はい、なんかこう、背が高くってね、ふわーっとした感じの緑が手に入ればいいなというふうに思っているので、じゃあね、早速行きたいと思います。はい、ということで、今日なんですけど、スンガイブロウにある、これなんだろう、ガーデン、プラン・ナスリー、プラン・ナスリーに来ました。私たちの家には緑が足りない、まだまだ。そうだ、そう、だから今日はここに緑をね、探しに来ました。うん、ちっちゃい緑もそうだけど、メインで探してるのは大きい観葉植物。ほら、もうあるじゃん、これ。そうすごい大事。なんかこの辺さ、こういうガーデンがいっぱいある。ああ、すごいいっぱいよ。あ、そうなんだね。これも全部売ってるの？そう。あ、そう。やっぱりさ、フェイクグリーンじゃなくて、私たちは本物のね、緑が欲しいなって思ってね。そうそうそう、私は本物が好き。うん、こういうの可愛いけどね。そうだね。これがね、結構ちょっと背が高めで45リンギットだって。でもそうだね。でもね、私あんまりこういう風にさ、こうシャキーンとなってるより、こういう感じのさ、こうふわーってなってる感じの方が好き。やっぱりショッピングモールのさ、お花屋さんとかに売ってるあの植物よりも安いね、値段が。バリエーションも豊富だし、あ、こういうのかわいい、これかわいい、なんか南国っぽい、かわいい。フェイクグリーンをね、買おうかなと思ったんですけど、なんかやっぱり本物の方がいいんでしょ。手入れとか大変みたいだよね、フェイクグリーンね。結構ホコリがたまったりとかするみたいで。これ背高い、いいね。なんかソファーの横に置くのにいいかもしれない。しかもさ、安いんだよ、89リンギットだって。ほら、このぐらい高い。高いよ、ね、ソファーの脇にさ、置くのにいいかもしれない。結構高いよ。そうね、いいね。これ89リンギット。ああ、この間ショッピングモールでさ、見て、こんなちっちゃな観葉植物80リンギットだったじゃない。ああ、そうだね。ね、まあ、大きさだけで言ったらこっちの方がさ、絶対大きいけど、これもかわいい。こういう風にさ、広がってる感じがいい。さっきみたいにシャキーンってなってるのがちょっと強い感じだからさ、かわいい。かわいいよね。ああ、これかわいい。なんかふわふわしてる、細かくって、かわいい。これ7リンギットだって。ちっちゃい観葉植物もね、いっぱい置いてある。こんな感じ、いっぱい。何それ？あー、実がなってるね。
へぇ、かわいい。こっちに赤くなってるよ。トマト？なわけないよね。小さすぎる。あー、すごいよ。ほら。ねえ、一面広がってる。結構さ、蚊がいっぱいいるからさ、蚊よけのスプレーしないとダメだったね。ね、すごい。これかわいい。そうだ。葉っぱがすごい丸っぽいの。うん。かわいいね。これいいじゃん。二重輪切った。なんかさ、結構人いっぱい来てるね。あ、そう。ね、びっくりした。今みんな緑買う時期なのかな。チャイニーズニューイヤーとかさ、みんなお花買う人多いよね。ね、今そういう時期じゃないけど、みんな緑を買う時期なんでしょうか。はい、今ね、大きい観葉植物決めましたので、ちょっとお店の人にね、はい、聞いてみましょう。あ、これもう決まっちゃったんだ。そっか。これがね、いいなと思ってるんですけど、できるだけ背のね、高いものが欲しいので。そっか、ちょっと曲がってない？曲がってない？そんなことはないか。あ、そうなんだ。はい、無事に決まりまして、お店の方がね、今運んでくれてます。下の鉢っていうか、こうね、下の受け皿というか鉢を今見に行きたいと思います。どう？いい感じ？綺麗だね。重い？あ、まだいい。今からさ、あれ見に行くんでしょ？鉢。あ、OK。鉢にね、あるんだよね。鉢の売ってる。結構広いんですよ、ここ。やっぱり部屋がさ、シンプルだからナチュラル系の方がいいよね。ああ、そう。白とかこう、あ、まあこういう感じとかもいいよね。ああ、悪くないな。大きいのだったから、大きいサイズの。ああ、そうだ。これすごいね。これ何？味噌とか。ああ、わかんない。すごい。これは何を入れる入れ物なの？あ、あ、大きい？大きいの？大きいの大きい。お水。ほら、ロットスとか。ガーデニング用品も売ってるみたいだね。ガーデニングっていうか、ここは野菜か。野菜の種。へぇ。あ、トマト。あ、そうだね。マレーシアって一年中暑いからさ、やっぱりそういう、なんだろうね、こういうさ、キュウリとかトウモロコシとかね、多いね、そういうものが。おお、これはチリ。へぇ、あ、お花もあるね。うーん、この肥料、日本語書いてある。日本のものなのかな。へえ、すごい。はい、今からね、車に積んでお家に帰ります。車入るかな、大丈夫かな。あ、入るんでしょうか。大丈夫かな。お、できる。よかった。 OK。 OK。鉢も買いました。Thank you。 いい感じ。あ、いいね。そこで見た時、鉢結構大きいなと思ったけど、そうでもないね。お部屋に置くとそうでもないね。した方がいいのかな。楽しみだね。オープン。そうだね、少し調整して。やっぱりさ、このね、真ん中の部分ちょっと傾いてるんですけど、
なんかお店の人の話によると自分たちでね調節できるんだよね。ちょっと傾いてる部分はね直して、あとはちょっと見栄えのいい位置に直して、そうそうそう、こんな感じ。ここにね映ってないかもしれない。はい、こんな感じになりました。これね、この真ん中にあるこの部分がすごい可愛くって、これに決めました。ちょっと葉っぱが多いかなって感じがするので手入れ必要かもね。でこの辺ちょっと元気がない葉っぱもあるし、ちょっとこの辺手入れしてって感じですね。はい、合うね。ちょうどいいスペースに収まりました。はい、はい、ということで今お家に帰ってきましたね。グリーンも設置して、なんか緑が入るとやっぱりさ部屋の雰囲気が全然違うね。そう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 、うん、私マレーシアにああいう、 こう緑を売っている場所があるなんて知らなかった、うん、意外とさ前にも車でね通ったことがあったけど、そういうお店だったんだね。ね、あとお花を売ってるお店とかもいっぱいあったよね、あの辺ね。スンガイグロ、ね、また行きたい。今度は小さい植物とか、今日はね大きい植物しか買わなかったので、また次回はお花とかさ、まあ、小さい植物とかね、そうだね、買いに行きたいね。はい、ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。 SNS の方でも私たちのマレーシア生活についてシェアしているので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。